はい、ということで小川誠に100の質問をしてみたい。イエーイ。何それ、すっごい一人だけど今日何ですか。まあね、はい、この YouTube も始まってもう間もなく1年と。1年ね、そう、今年から始まってますから、はい、だからちょっと改めて、はい、ちょっと僕たちも小川誠とは何ぞやということをね、私そんな知る価値そんなにないよ。いやでも100個質問用意したんで、うん、100個か、100個までを全部聞けばさすがにね、小川どういう人か、分かる？リスナーの方も多分分かるようになると思うんで、今の小川ね、今の小川ね、今の小川、はい、はい、いいですか、やってみましょう。はい、じゃあ早速いきたいと思います、はい、小川誠への100の質問、はい、まず1、はい、名前を教えてください。小川誠です。ちなみにこれ由来とかは知ってます？あ、由来はなんか本当は男だった予定らしくて、私、あ、男だった予定というか、うち3姉妹なんですけど、はい、お姉ちゃんが生まれ、まあ私2番目でってなった時に、はい、なんかまあ両親は男の子がいいなって思ってたらしいんですよ。あ、なるほど。で、昔だからそんな今ほど明確に分かんないじゃないですか、はい、で多分お母さんもそれ聞かなかったのかな、途中まで、で男の子が生まれてきてもいいように、まことっていう名前も決まってて、だけど実際生まれたら女の子だったから、そのまことの漢字を、はいはいはい、その男の子に使われてるまことではなくて、今のその朝っていう字におことのこと、そういうことか、うん、っていうのをね聞いたことありますよ。もしかして男の子だったかも、男の子でもまことだったんで、ということですね。そういうことなんです。はあ、じゃあ次いきます、はい、性別は女です。はい、ちなみに男性女性で生まれたかったとか、なんかそういう考えあります？女性で良かったですか？うん、あ、女性で今のところ良かったと思ってます。あ、本当ですか？うん、全然不満はない。不満はないですね。でもまあ男の人、まあ、に次生まれるんだったら男性になってみたいっていうのはちょっとあるかもしれないですよ。誕生日はいつですか？10月29日です。あ、なんかあります、うん、10月29日思い入れは。10月29日の思い入れは、私つんくさんとお誕生日同じなんですよ、10月29日、ね、そうだからそれでモーニング娘。受かったのかなって思ってます。はいはい。年齢はいくつですか？35でいいのかな、今現在35です。はい、はい、どうですか、35という自分の今の年齢と、うん、昔から想像してたこの35の自分と、いや、もっと35歳だったら大人と思ってました、ね、それはなんか20歳な時だなった時も思いました。やっぱ自分が若い時って20歳ってもう大人っていう印象じゃないですか、うん、なんですけど自分が実際20歳になった時に何も変わってないな、なるほどって思った。あと35にな、今35でもなんかもっと大人になった方がいいんじゃないって自分に思います。じゃあ一度も自分の想像する、うん、その年齢と大人に追っついたことがない、うん、追っついたことないいつ追っつくんだろう。身長は157です。不満ですか、それとも満足してますか？満足してません。160は欲しかった、160欲しかった。なんかうち3姉妹みんな同じ身長で、はい、お母さんだけ160ちょっとあるのかな、なんですけど、だから羨ましいなと思う。160欲しかったです。はい。視力はいくつですか？あ、わかんないけどめっちゃ悪いし、めちゃくちゃ乱視で、ようやく私今年からコンタクトっていうものをトライしてるんですけど、これ取ったらね、本当に何も見えない。ああ、そんぐらい悪いんだ。視力っていうかね、視力も悪いんですけども、結構乱視がめっちゃきつくて、だからもうずっとなんか、こういう感じ。へぇー。すべてが20、30に見えます。取ると。利き手はどっちですか？右手です。右手。足のサイズはいくつ？あ、靴によりますけど、基本は 23.5 か4、24か。あ、意外と大きい。そう、意外と大きいんですよ。そうっすね。そう、だから M か L。はい、血液型は？O型です。大型っぽいなって自分で思います？大型っぽい、なんかその大雑把ってよく言われるじゃないですか、大型って。はい、大雑把なとこめっちゃ大雑把ですけど、細かいとこめっちゃ細かいから、うん、な、でもみんなそうですよね。でも日本においては中小企業の社長さんって圧倒的に大型が多いんですって、はい、へえ、大雑把な人が、じゃあ社長気質、社長気質なの、はい、私 OA ですよ。あ、 OA なんだ、うん、お父さんが O でお母さんが A で、はい、だから O が強いけど多分 A も入ってるから、うん、なんかちょっと細かいのかな。確かに分かりやすいですね。そう、 OA です。はいはい、はい、出身地はどこですか？新潟県柏崎市です。なんか地元の名産は何でしょう？地元の名産は最近ハマってる、まあ、日本酒はそうでしょうね、あとお米、うん、
あ、お米やっぱそうなんだ、うん、あとは柿の種とか。お、柿の種も名産だし、はいはいはい、あとあれよ、笹団子。お、結構ありますね。割とありますけど、でもやっぱ一番は新潟って言うと米じゃないですかね。そうですね。米。中学時代の部活は水泳部。ずっと水泳部。え、中学時代部活やってたんですか？あのモーニングに入る前ではやってました。入ってからやっぱその部活動っていうのは参加できてないですけど、うん、もうね、私小学校も中学校もずっと水泳部でした。バタフライの選手でした。すごっ。3歳からねやってたんですよね、水泳を。はあ、そうなんですよ。高校時代の部活はやってましたか？あの中卒です。なんてことを聞か、はい、なんてことを聞いてんだ、どばし君。中卒なんです。はい、分かってたでしょ。高校行ってないんですよ。高校はもうなんかモーニング娘。っていう高校ですね。あ、なるほど、はいはい、そうですね。うまいこと言った。ハロプロ高校ね。ハロプロ高校。習い事は何してた？あ、習い事は結構してました。まあ、水泳やってたでしょ、はい、あと習字、あとピアノ。そうなんだ、うん、2年ぐらいやってました。あとはあの勉強、学研教室。はいはいはい。習い事でもそれ、あ、だからちょっとあとはダンスとか、うん、歌とかお芝居を教えてくれるスクールにちょっと通ってたことがありました。すげえ。ぐらいですかね。結構お嬢様じゃないですか。いや、全然お嬢様じゃないんですけど、うん、でも両親自体がやりたいって言ったことは何でもやらせてくれる人だったんですよ。すげえ。だからこれやってみたいっていうことは結構挑戦させてくれたから、うん、ピアノとかもピアノが好きっていうよりかは私の仲いい友達が一輪車に乗りながらピアノ教室に通ってる仲良い友達がいたんですよ。すごいファンキーだった。そう、一輪車に乗ってその楽譜をこう持ってこうやって通ってる友達がいて、それをやりたかったんですよ、私。なんすかそれ。だから一輪車に乗ってピアノ教室に通いたいっていう一心でピアノ教室に習ったんですけど。それ一輪車習った方がいいっすよ。だめだ。それに乗りながらピアノ教室に行くっていうのが、お、めっちゃいいじゃんと思って、はい、やったんですけど、やっぱりあんまりピアノは慣れなくて、2年で、ピアノも買ってもらったんですけど、買ってくれたんですよ。もったいない。そう、だけど2年でやめました。あ、向いてなかった、うん、やっぱ違うなって思った。違った、うん、ちょっと違った。やったことがあるアルバイトありますか？ないです。あ、ゼロ。あ、1日だけ過去に1回アルバイトやったことあるんですけど、はい、それこそ私がアップフロント2015年に退社させていただいて1年間、はい、まあ、ちょっと休業というか表に出ることがなかった時があったんですけど、はい、その時に知り合いのお弁当屋さんが人手が足りないって言って、1日だけ、始発で行って、はい、お弁当詰めるの手伝ったことあります。すげー。そう、だから半日、あの朝1から5時6時ぐらいからお弁当ずっと詰めるっていう作業、昼まで。で、初めてバイトしました。それは、うん、時給です。時給で？うん。小川誠が。時給、いくらだったっけな、900、なんかそれぐらいだった気がする。嘘でしょ。プラス、あの、お弁当1個プレゼントしてもらった。そこお弁当。まかない？まかない。それが最初で最後ですね。今現在の一番の趣味は？一番の趣味？はい、1個だけ。1個だけ？はって思いつくのは、一人カウンター。それが最初か。やっぱなんか、仕事とはなく、ではなく、パッて出てきたのそれだった。なんかカウンターで一人飲みが一番の趣味かな。趣味っていうか日常です。まあ、でも楽しいというか、安らぐ時間というか。うん。で、今また行きつけの、カウンター見つけちゃって、そこにもう、すぐ、あーみたいな、あがさんみたいな感じになっちゃってるんで。はぁ。そうなの、楽しくなっちゃった。特技は何ですか？特技？なんだろう。特技なんだろう。自分の特技ってわかんない。うるさい。それ特技なんかな。特技なんかな。元気ね。あ、元気って、言い方よく言ったら元気。座右の銘は？座右の銘？いつも朝起きて唱えてることは、はい、自分を愛と感謝で満たしますって言いながら一日をスタートさせてます、やっぱね、感謝すると心が軽くなるんですよ。ああ、なるほど、うん、まあ、いい言葉ですけどね。穏やかでいたいから。なるほど。感情的な人間、愛と感謝でいいですね。愛と感謝、はい、で、小川を満たします。自分を満たします。ちょっと言う人が違ったらうさんくさいことです。家にピンポンって来た人が急にドア開けたら、
愛と感謝してますかって言われたらちょっと嫌じゃないですか。嫌だ。押し付けないでって思う。押し付けはよくないね、人に、はい。はい。兄弟姉妹はいますか？あ、います。お姉ちゃんと妹。はい。三姉妹です。仲はいいですか？あ、仲いいですよ。結構あったり、あったら仲良くできる。あ、全然。もうなんか、友達みたいな感覚ですね。お姉ちゃんも妹も全然性格違うんで。はいはい。まあ、うちの姉はめちゃくちゃパワフルですね。私が、なんか何も言えなくなる。妹が一番静かなんですけど、はい、だからそれやっぱ姉からこう受け継がれてますね。徐々にグラデーション的にこうなってってます。ペット飼ってますか？あー、飼ってない。だから飼ってたんですけど、結局自分で飼ったんですけど、一人でなかなか面倒見きれなくて実家に預けちゃってて、でその数年前にちょっともう亡くなっちゃったんです、私が飼った犬は。そう、今は飼いなんです。なるほど、はい、ね、飼ってみたいペット今ますか？今犬。あ、また犬、やっぱ犬が好きですね。犬なんだ。犬で小型犬が好きだから犬かな。でも今も難しいですもんね、飼えないですよね。そうなんですよ。で、私が今住んでるマンションが今ちょっとペットダメなので、どっちにしても難しいんですけど、飼うんだったら犬かな。小型犬。小型犬。好きな食べ物は？ベーグル。はい、ベーグルです。嫌いな食べ物は？あ、貝。貝類全般。あと肝系。肝系ね。肝系、貝系。結構噂で好き嫌いは多い方ですか？割とありますね。そう、細かいかも。それもなんかホルモンとかも、ホルモンの丸腸系のあそこは好きなんですけど、はい、ミノとか あとそういう他のところは苦手だったりとか。なるほど。そう、海鮮も好きだけど貝は無理とか、もうウニとかも無理だし。ウニ無理なんだ。無理です、ウニ無理です。好きな飲み物は何？あ、うん、日本酒、ハイボール、コーヒー、赤ワイン、缶チューハイ。いや、5分の4の酒なんですけど。そう、今は結構日本酒。日本酒。日本酒が、はい、来てます。今言った順番ですみたいな感じ。結構、ハイボールは、もう好き。最初はハイボール行くみたいな。最初はシュワシュワがいいから、ハイボールかレモンサワー、はい、からの日本酒に行くかワインに行くかって感じ。嫌いな飲み物は？あ、ジュース。ジュース嫌い。え、特にオレンジとかアップルとか。ジュースで飲むんだったら絶対に 100% じゃないと飲まないです。 100% ジュースじゃないと飲まないですね。そういうところをやっぱ気使ってんすね。そこら辺はなんか無駄に糖分を取りたくないから、うん、ちゃんと取る、ジュース飲むんだったらもう 100% しか飲まないです。ジュースは食べるもので人間の体はできています。いや、なんかちょいちょいうさんくさいですよ、ね、なんかそう、ね、今何本目ですか？今で24です、うん、まだそこ。このテンションで100もいくの疲れちゃうよ。いやいや、まだまだあるんで。ちょっと飛ばしすぎたわ。ちゃんと維持してください、プロなんですから。疲れます。そうだよ、プロなんですから。頼みますよ。テンション、はい、このままいきましょう、はい、引き続き、まだまだ続きます。はい。ひまわりベーグル、パンパンパン、オタクなヘナギだ、ポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。